天の雷が撃たれてしまう。ルーファス、ルーファス、どこなの？そういえば、まさか転移術が失敗を。いや、そうではない。発動の瞬間に感じ取った。あやつは自ら転移陣を離れたようじゃ。どうしてそんなことを。まさか、まさか彼が考えているのは。ええ、おそらく。あれは兄上。ゼムリア大陸に生きる諸君、クロスベル統一国総統ルーファス・アルバレアだ。正午に私が出した声明に対して、この地に集結した抵抗勢力が答えを示した。武力行使という最も愚かな形でだ。これは私が望む恒久平和の対極に位置する愚行。総統として断固たる決断を下さねばならない。よって予定していた国限をもって大陸全土に対して天の雷による裁きを始める。そんな。私はこたびの一件で痛感した。やはり創造の前には破壊が必要なのだと。一つの犠牲すらなく大陸統一の道筋など見出せるわけがなかったのだと。その意味では、これまで私が裏で推し進めてきたことと同じだったのだろう。え？ルーファス君。2年半前の青き大樹の事件と、それに連動する形で勃発した帝国の内戦、半年前の幽玄と皇帝の暗殺未遂事件と、それを発端としたヨルムンガンド戦役、そして戦後ノーザンブリアとジュライで起きた独立運動に混乱の火種を仕込んだことも。こうしてクロスベルという足場を利用し各地の混乱の引き金を引いたことも同じだ。全てはゼムリア大陸の統一という大義のため推し進めてきたことに他ならないのだから。何を言ってるの？その全ての裏に彼が。だがもはや私は迷わない。ケラウノスは一切の慈悲もなくこの世全ての悪を裁くであろう。そしてその先にこそゼムリア大陸の真の未来が待っている。その大義を前にもはや多少の犠牲などさしたる問題ではあるまい。ふざけるな独裁者が。誰がてめえの言いなりなんか。ひどすぎるわ。一体どれだけの人が苦しんだと思っているんだ。
渦巻くような怒りや恐怖、悲しみがそれらに起因する。憎悪が、憎悪の収束値が天の雷の標的になるとしたら、そういうことだろうな。そんなクソが、ルーボス兄上、またあなたは一人だけで。間もなく国限だ。帝国、共和国はもちろん、リベール王国やレミフェリア公国、アルテリア報国、レマン自治州やオレド自治州、その他の小規模国家もいずれ標的となるだろう。大陸から全ての国が消える前に、重ねて賢明な判断を祈る次第だ。それでは諸君、ごきげんよう。何今の。僕たち全員の脳裏に、まさかこれはエリシオンが見せてくれた最後の未来予測だったら、まだ間に合う。助けて、みんな力を貸して、ルーファスを助けて。その支援要請受け取った。ロイドさん、今からあの塔に戻ろうっていうのかい。彼には言いたいことがまだ山ほど残ってるからな。それに容疑者不在じゃ、この事件を完全に解決したとは言えないだろ。ええ、その通りだわ。支援家として、私たちとして。塔への道行きなら任せるがいい。霊脈が激しく乱れているゆえ、運べる人数は限られそうだが。ならば俺は同行させてくれ。これも弟としての責任でもある。ミリアム、待っていてくれるな。うん、わかった。気をつけてね、ユージス。俺たちも行かせてもらう。さすがにここまで働かされたら、追加料金はきっちり請求しないと。全部終わったらそれでパフェでも食べに行こう、ラーちゃん。ありがとう、二人とも。すまない、俺たちは動けそうにない。ユース、ノイルたち、ルーファスさんを頼んだ。協力者の皆さんへの連絡や町の人たちの避難は任せてね。みんなが納得できる結末をどうか掴んできて。絶対に戻ってこい、あの分からず屋の元総督と一緒にな。了解だ。行くぞ、私の近くに。熱い。
通ではなさそうだな。霊脈の乱れで位相がずれたか。問題ない、あとは探すだけだ。まあさっきのイメージのおかげで大体の場所は分かってるしね。ああ、このままもう一度制御中枢に向かおう。待ってて、ルーガス。
危ない。久しぶりだ、ユース。それからロイドも。リーン、なんだな、イシュメルガと融合したもう一つの因果の先の。ああ、その通りだ。みんなが奴を倒してくれたおかげで少しだけ時間がもらえたみたいだ。リーン、おぼろげだったが、みんなのことは見ていた。ミリアムもクロウも元気でいるみたいだな。ああ、人の身に戻ってからも相変わらずだ。ミリアムなどはむしろ前以上にベタベタしてくるくらいだが。そうか、そうか、よかった、本当に。すまない、また会えると分かっていたら彼女を連れてくることも。いいんだ、気にしないでくれ。ちゃんと幸せになってくれる未来があった。俺にはそれだけで十分だからさ、リーン。あまり悠長にできる状況でもないみたいだが、どうしても伝えておきたいことがあるんだ。俺がもう一つの因果の先で見てきたことについて。それは3年、いや、もうそこまで猶予はないかもしれない。そう遠くない未来。待った、せっかくだけど、それは遠慮しておくよ。そうだな、エルシオンに別れを告げた今、その先を聞くのは違うだろう。心配するな、何があったとしてもきっと乗り越えてみせるから。支援家だけじゃない、トールズ7組に遊撃士、その他の協力者たち、そしてこれから出会うだろうたくさんの人々とも力を合わせていくことで。ああ、そうだった。それこそがきっと。こちらのことは頼んだ。みんなと、俺にもよろしくな。ああ、任せてくれ。
ち。まったく余計な手間をかけさせてくれたな。なあちゃんたちから夜逃げしようったってそうはいかないんだからね。まさか私を助けるためにユーシスにロイド君まで。あるいは改めて殴りにでも来たのかね。いいえ、今のあなたにはもはやそれすらも生ぬるいでしょう。ああ、いい加減に自分の犯した罪を思い知るべきだ。ルーファス・アルバレア公使、あなたを強制連行する。脱走を筆頭にもろもろありそうだが、何よりも最後の最後であなた自身が紡いできた絆を甘く見た容疑で。そうか、私はとっくに手に入れていたのだな。サイト、頼む。どうだ？やっぱり反応はないな。ログにも痕跡はなさそうだ。そっちもか。なんか残してるんじゃねえかって期待していたんだがな。まあ仕方がないさ。あれから一週間が経った。大陸全土を恐怖に陥れた最終兵器、坂島のバベルは完全に消滅し、共和国も準備していた軍を撤退させ、それ以上の介入を行うことはなかった。事件後、クロスベルではしばらく混乱が続くものかと思われたが、各海区の市民たちが自主的に立ち上がり、警察や警備隊と協力して予想よりも早く復興作業が進んだのだった。そして帝国やリベール、デミフェリア、さらには共和国も含めた諸外国の手厚い助力を受けられたこともあり、
クロスベルは以前と同じ日常と平穏を急速に取り戻しつつあった。トールズ関係者はそのままクロスベルに滞在して復興作業や帝国との連絡役として手伝いながら、その合間、今回の一連の事件中に起きたいくつかの不可思議な現象の事後調査を進めていた。あの時助けに来てくれたバリマールたちのことも含めて。気づいたらいつの間にかいなくなっちまってんだもんな。悪情っつうか別れの挨拶くらいしたかったんだが。あくまで一時的な開口だったみたいだしな。また会えた、今はそれで十分じゃないか。だな。しかしクロスベル再選病に二世し、八体目の鬼神に坂島のバベル、黄昏も終わっていろいろ落ち着いたところで盛りだくさんな事件だったよな。ああ、なんとか解決できたからよかったものの、それにロイドから聞いたもう一人の俺が言いかけたこと、まだ終わりなんかじゃない、むしろ始まりなのかもしれない。やれやれ、お兄さんはいい加減ゆっくりさせてほしいもんだが、せいぜい備えておくか。オルディーネたちにまた心配かけなくていいくらいには。そうだな、お互いに。おーい、リーン、クロー、そろそろ行きましょう。教官、ミリアムさんとユーシスさんはあちらに寄ってから来るそうです。おっと、もうそんな時間か。ああ、今行く。きっと大丈夫だ。この先何が起きてもみんなとなら。お前もそう思うだろ、相棒。来たかね、ルーファス。やっとやっと目を覚ました。もうこのままずっと起きないじゃないかって。失礼するよ、ラピス君。彼の方は目覚めたか。おはよう、ルーファス君。女神の元から帰ってきた気分はどうかな。オリバルト殿下それを言うなら煉獄からでしょう。生き延びたのですね、私は。ああ、ロイド君にユーシス君たち、そこにいるラピス君のおかげでね。大量の失血に全身にわたるやけど、搬送があと一歩遅ければわからなかった。女神の導き、いや君にとっては
下された罰でもあるのかもしれないが。ええ、どうやら完全に死に場所を逃したようです。女神も酷な真似をするものですね。うん、まだそんなこと言って。とにかく目覚めて何よりだ。いろいろとタイミングが良かったよ。ほとんどそのために連日通い詰めていたようなものだからね。私の沙汰を伝えるためですね。君はもともとかの大戦の席を追う形で拘置されていた。今回の脱走や諸々も含めればいつ極刑の判決が出てもおかしくないだろう。君が生きていればね。3月22日17時、あのバベルなる悪夢の兵器は不慮の誤作動によって消滅した。中にいたと思われるルーファス・アルバレア新総統もろともね。中継を通じて世界中の人々が目撃したそれは紛れもない事実だ。ふん、ならばここにいるのははてさて誰なんだろうね。そういえばあのオリバルト王子によく似た漂白の演奏家なんかもいるみたいだが。さすがに無理があるのでは。今さら私をかばう意味など。かばうつもりなどない。あくまで私は事実を伝えているまでだ。身分も帰る家も名前すら失った君はもはや帝国で生きることはできまい。罪を償う機会を失ったことそのものが今の君を苛むこともあるかもしれない。そんな辛さや厳しさを存分に味わうのはまさにこれからだろう。うん、そんなの大したことないじゃない。私やナーディアたちと同じになるってだけでしょ。ねえ聞いてルーバス、私旅に出ることに決めたの。エリュシオンを生み出したこの世界をもっと見てみたいから。でも一人じゃ大変そうだし、あなたも連れて行ってあげる。この私に人形の付き人になれと。あら、不満でもあるっていうの？誇り高きローゼンベルク人形の従者になれるなんて光栄、他にないわ。私たちの利害は一致する。ついてこない理由なんてないでしょ。そうだな、そういうのも悪くはないのかもしれないな。素直に喜びなさい。ああ、目が覚めたんだ。ユーシス、ミリアム君、すまない。いろいろと心配をかけたようだな。本当です、まったく。それでも生きていてくれただけで俺は。ユーシス。ラーちゃんもようやく元気になったみたいだね。何の話をしていたんだ。そうだ、せっかくだしナディアとスミンも。おっと、そろそろ時間だな。積もる話は後にするといい。ルーファス君も見届けたまえ。時間？ついに今度こそ私たちはこの日を迎えることができました。
最後に訪れた苦難はあまりにも大きく、心がくじけてしまうこともあったでしょう。ですが、それでも私たちは乗り越えた。多くの人たちと支え合っていくことで、我々はその誇りを胸に、隣人と手を取り合い、共に新たな時代を歩んでいくことでしょう。大丈夫かよ、珍しくガチガチじゃねえか。下手するとステージよりも緊張しそうですね。やっぱり私が変わりましょうか。多少は慣れているし。いやせっかく議長閣下から頼まれたんだ、やり遂げてみせるさ。その息です、ロイドさん。落ち着いてやればきっと大丈夫よ。それでは本日をもって改めてクロスベル自治州の再独立を宣言いたします。よし、決めてこい。ま、骨は拾ってあげるさ。それ、失敗する前提になってません？とにかくファイトだよ、ライド。ああ、行ってくる。続いて、特別ゲストの方にスピーチをお願いします。クロスベル警察特務支援課バニングス捜査官、どうぞ前に。皆さん、こんにちは。ロイド・バニングスです。